どうも、日本語で喋りましょうの岡戸と木村です。このポッドキャストでは日本語でいろんなテーマについて話していきます。カジュアルな日本語の会話を聞く練習がしたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、最近さ、日本食は海外でもさ、うん、すごく人気でさ、で、うん、まあ、寿司とか、ラーメンとか、天ぷらとか、 そういう日本食がさ、食べたくて日本に旅行する人もいるぐらい人気じゃん。うん,う,んうん。うん。でもさ、う,ね、うん。外国では結構さ、最近だとベジタリアンとか、ビーガンの食べ物とか、ビーガンになる人がさ、増えてきててさ、それを考えた時にさ、日本の食べ物って寿司は魚あるし、ラーメンも肉使うし、うん、焼肉とかもね、肉食べるし、 あの、うん、すごい、ビーガンとかベジタリアンとか他にも食事に制限がある人は、日本で食事を楽しむのは大変なのかなと思って。なのでね、今日はプラントベースフード、日本のプラントベースフードについて話していこうと思います。はい、なるほど。うん、はい。まあ、木村も俺も別にビーガンではないけど、まあ、 うん、日本人的観点からしてもしそういった食事に制限がある人がさ、うん、日本のレストランで食事するとき例えばさどんなことに気をつけたらいいと思う、うん、そうだねあのメニューを見たときに、うん、あの何が入ってるかがあんまりわからないからうん、うん、あの あの店員さんに聞いたりしないとその,、うん、その中に例えば肉類、魚類とか入ってる可能性もあるし、うん、ってところがちょっとあのビーガンの人ベジタリアンの人にとってちょっと難しいところではあるんじゃないかなと思うそうだね結構ねいろんな国でメニューにさこれは例えば豆入ってます魚入ってます肉入ってますって書いてあるけど日本ではさ時々さあの ベジタブルカレーとか言ってさ、野菜がたくさん入ってる普通のカレーとかよくあるもんね。うん、そうだね。そう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 。野菜は入ってるけどあの、うん、あ例えばじゃあカレーの出汁にはさあの肉が、うん、肉の例えば鶏のさ出汁が入ったりとか入ってたり入ってなかったりとかってのってわかんないからさ。うん。うん、そこはそうだね。難しいところだと思うわ。そうだね。肉 魚の形が見えなくても、スープとかのね、あの、出汁に入ってたら、それはアウトだから。で、日本人的にさ、うん、あの、やっぱりそういうビーガンとかに、ええー、あんまり知らない人はさ、うん、あ、いくこれ入ってないから OK と思ってさ、入ってないですよって説明してくる可能性もあるから、そこは、あの、食べる人がね、注文する人が二重でチェックした方がいいよね。これ、出汁使ってますかとか、絶対聞いた方がいいよね。 そうだねもっとなんか詳しく聞けるなら出汁もさあのワカメとかさ昆布とかから取れるワカメじゃないか昆布だね昆布から取れてる出汁もあればカツオとかから取ってる出汁もあるしだからあの、うん、本んになんだろうなどこまでそう突き詰めるかなんだけどあの、うん、この出汁に魚あのは使われてますかとかうん、うん、そうだね肉あのスープだったりカレーだったりとかあの,、うん、の中にあの肉類 うん、ストックとして、あのー、なんか肉だったり、うんその、動物性のものが含まれているかっていうのを確認取れた方がいいね。そうだね。そこを気をつけた方がいいね。でやっぱり日本人はその、ビーガンとかはあんまり馴染みがないから、肉、魚はダメだけど、卵 OK って思ってる人とか、乳製品は OK って思っちゃってる人もいるかもしれないから、そこもちゃんと 確認した方がいいよね。ただま,だまだ多分日本の中ではそのベジタリアンとベギガンの違いだったりとか、その、うん、そういうところに対してまだ疎い人たち多いと思うので、あの、あ自分から、あ、これは食べない。あの、これは私は食べませんとかって言え,言えた方が、うん、あの、うん、いいと思う、ね。ただまあそれが、あの、ね、言い方もちょっと難しいと思うんだけどさ、うん、その、もし例えばホテルとかでさ、うん、あの、 もうもともとコースというか出るものは決まってるものだけど、うん、そのうちのさ半分以上が食べれないとかなったらちょっと大変だから、うん、あらかじめさあのもし伝えられるのであればホテルに先にね自分が何を食べれないとか何がアレルギーですっていうのもそうだしそういうのを先に伝えられれば、うん、あ,あの、うん、日本人は結構そのおもてなし精神もあるからさもちろんその来たお客さんに対してはその楽しんでもらいたいわけじゃん、うん、だからあの その準備さえできればさ、100%でこう、うん、あのおめでてなししようと思うので、だからそこに関して、うん、ま直前でね、あの、やっぱり食べれないっていうのはあるかもしれないけども、し、事前になんか伝えられればね、うん、それ先に伝えられるといいと思うよね、うん。そうだよね。特にね、予約できるところだとそうだね。うん。 それから、店によってはね、うん、話せばさ、あ、じゃあこれ肉抜いてもらえますかとか、魚抜いてもらえますか、この卵抜いてもらえますかって言ったら対応してくれるところもあるから、そこもちゃんと確認した方がいいね。そうだね。それは感じるね。うん。うん、うん。それからさ、結構日本の食べ物の中でさ、見た目じゃさ、うん、肉か魚かさっぱりわからないようなさ、ちょっと気をつけた方がいい食べ物もあると思うんだけど、うん 具体的にこの食べ物は気をつけた方がいいっていうのを何か思い浮かぶこの食べ物はどうだろうねあのだしとかそうだねそうだからうどんとかだね、うん、うどんうどんとかそば食べた時、うん、食べる時にそのだしが、うんあのー、そうそう魚が使われてるかとかってそのメニューに書いてないけど、うん、あのー 実は使われカツオが使われてますとかになるのであああそこだね。うん。だしは、ね、ある。そう、あるある。だし系今言った例えば鍋とかラーメンとかスープとか汁物にあの魚だし、肉のだしとか入ってる可能性もあるしあとね気をつけた方がいいのはね豆腐豆腐はオッケーなんだけど、うん、卵豆腐とかウニ豆腐とかあ 豆腐と何かを混ぜてる時があるからはい、はい、そこは絶対確認した方がいいと思う。ああ、なるほどね。そうだね。そうそうそう。で、豆腐も OK だけど、例えば豆腐にかける醤油が時々だし醤油の可能性はあるから。だし醤油の可能性ね。うん。そうそうそう。だし醤油にはもう魚が入っちゃってるから絶対気をつけた方がいいね。そ,そうだね。なんかすごい、俺らが食べてる、うん、その日本で食べてる。 豆腐だったり納豆とかって全部さ野菜植物由来のものなんだけどさなんかちょっとのその,、うん、あの加えるあの調味料だったりがその魚から魚が出し取ってたりとかするんだよね、うん、そうそうそうだからそこはもう本当に見ただけじゃわかんないからねそうだねそうそうあとねその豆腐にちょっと似てるんだけど練り物系例えばちくわとかさはんぺんとかさか、うん、見ただけじゃさ これ元なのかわからないじゃん。なんかわかんないよね。確かに。うん。だからそういうのも <laughs> 多分大丈夫だろうなとか、豆腐っぽいなと思って食べたら魚でしたとかもあるから、そこもちょっと気をつけた方がいいと思うね。そうだね。なんか、あの、日本に行って、なんか、なんだな、ちょっとこれ入って、なんか自分が食べないものが入ってそうだなとかって思って、あの、食べないってのももったいないけど、 まず確認とってね、あのー、食べれそうであればどんどんとれチャレンジしてほしいところではある。そうだよね。食べれる分にはね。他にさ、じゃあそういう人たちにさ、チャレンジしてほしい料理とかあるあ、そうだね。あのー、多分、なんだろうな。どれぐらい海外まで知られてるかわからないけど、精進料理であ,<ー>あのー、そのお寺の、そう仏教となんか密接になんか、 結びついた料理のことなんだけど、それはもう肉とか魚一切使わないで食べられて、うん、もう、あの、お寺とかで、あの、多分オンライン、ネットで、あの、探せば、どっかで食べれる、あの、予約ができたりとかすると思うんだけれど、あの、本当にしっかりと、あの、さの前菜とかも全てコースのように、あのうん、いろんな野菜を使って、で、 あの肉も魚も使ってないけど、あのー、それこそ肉、魚食べる人でも、あうん、全然楽しめるのが精進料理と思うんで、そこはちょっと試してもらいたいね。うん、そうだね。木村は食べたことあるあるね、実は。というか、カドも食べたことあるんじゃない俺ら高校の時のさ、うんあの、修学旅行だったかな。<ー>うん,うん、うん そうだよね。俺ら、あの、お寺行ってさ、うん、みんな食べたじゃん。あれ、俺、忘れられなくて。あそうじゃんあ。あんな美味しいんだみたいな。あの肉、ああ魚使わなくて。うん<あ>。って思って。うんうんうん。だからね、ぜひね、日本に行く人は、本当に、その、ビーガンとかビーガンじゃないに、かかわらずで、ね、精進料理を一回試してみてほしいよね。うん、そうだね。はい、えー。ということで、 え今日は日本のプラントベースフードについて話してみました。もしこのエピソードを聞いている人の中でベジタリアンだったり、ビガンだったり、えー、他にも食事に制限がある人は、えー、食事に制限がある人がいたら、今日話した内容をぜひ参考にしてみてください。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の、えー、フリーガナと英語訳付きのトラ,ンクトランスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトロンサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話して、 欲しい内容もリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。